「青山、えっと、茂治さん申し訳ありませんでした」はい、っていうのをちょっと最初に言わせていただきたいと思うんですけどね、はい、えっとこれちょっと他の番組なんだけど文化人放送局っていうので余一、はい、の部屋っていうのがあって、はい、まあそこにゲストの政治家を呼んだりしていろいろ話を聞くってところがありましてね、はい、それでその中で、まあ、あの直接の私の発言ではないんだけれどゲストの方がですね、はい、まあ青山茂原さんについて 事実無根の話をちょっとしたので、はい、えとそれを聞きながら、はい、まあ止められなかった私の不得の致すところでありましてね、はい、あのちょっとその点についてまずお詫びを申し上げたいと思います。はい、で、まあ、あの番組の方はですね、えー、とそこは削除して、うん、これでこのジジそこは青山重治さんについては実は収入があるとかいうふうな表現があったらしいんですけどね、はい、そこはその全く事実無根で青山重治さんに 自身は一切スポンサー料なしで、はい、あのこのような活動をしておりますということでそこは中期訂正をさせていただいておるところでありますので回数回数の青山渋谷さんちょっとの関係者の方々にいろんなあのご迷惑をおかけしたんで、はい、おわびしたいと申し上げたいと思います。はいはいはい